それでは時間になりましたので、令和3年度本試験詳細解説講座を始めたいと思います。担当はレック専任講師の工藤です。よろしくお願いいたします。さあ、本試験が終わりまして、1週間ほど経ちました。昨日あたりから、いろいろとイベントごとを、行っているんですけれども、その中でもすでに、いろいろと情報交換した方もおられれば、今回初めて来られた方も、試験後ですね、多いんじゃないかと思います。本日は梅田駅前本校の方から、皆さんに、送っていただきました復元回答等のデータをもとにですね、皆さんが、つまずいたところはどんなところだったのかとか、それからちょっと変わった問題、こんなのがありましたねということで、主だった問題を、拾い上げながら解説をしていきたいというふうに思っております。昨日もすでにですね、本試験分析会ということで、レックが出した合格ラインはどういう点数だったのか、なぜそうなったのかというのはすでに解説をさせていただきましたので、もう今回は、そちらの方は省略をいたしまして、もう問題解説の方に特化した形で、講義の方を進めていきたいと思います。お手元の方に、皆さんの、選択式の問題、それから、本試験で使われた択一の問題ですね、お手元に用意していただければと思います。また中継校、それから今回は、Zoom で参加されている方が相当数おられるかと思うんですけれども、全国北海道あたりでも見てる人もしかしているのかな、沖縄とかね、もうすごい時代になりましたね。2時間ぶっ通しでやっていきますので、適宜しんどくなったらですね、ちょっとお手洗い行かれるとかも全然構いませんので、私の方はもう時間いっぱい喋っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本試験終わりましてね、もう昨日あたりもいろいろ話してたんですけれども、もう早速翌日この問題の原稿作りですね、これ私が担当しているものですから、もう中野にちょっとでも1分でも早く送ってあげようということで、データ作ったり、そこから回答出しとかをしまして、やっぱりなかなかね、もう僕らは裏取りをしないといけないものですから、それに時間かかって、1試合あたり1時間とかザラに出てくるんですよね。ですから詳細まだ詰めてないところいくつもあったりとかするんですけど、今日の解説には支障はないだろうというふうに思っております。今朝もですね、昨日も6時までずっと受講相談やってたのかな、でそれ終わって帰りましてですね、それから私液体燃料でできてるもんですから、液体燃料ちょいと補給しましてですね、それでもパーンと寝まして、やらないと追いつかないからということでね、30詩ぐらいまだ残ってるしとか思って、結局目が覚めたのが1時15分だったか1時16分でね、それから今に至ってるんですけれどね、もうそろそろヘトヘトというような、感じですよね。お昼ご飯もちょっと食べる暇もないもんですからね、大変なんですけども頑張ってね、やっていきたいと思います。さあ皆さんね、試験受けていただきまして、大変だ、コロナ禍の中で大変な思いで勉強された方も多いかと思いますね、本当にお疲れ様でした。しかしながらですね、どっかでやっぱりこう一回総括はしておかないといけないわけです。もうすでに面談をさせていただいて、これは合格間違いないだろうという方も、何人かおられましたし、ギリギリという方もおられて、本当に意の痛む、思いではないかと思うんですけれども、あるいはもう全然ちょっと、合格ラインまで及ばなかったという人もいるでしょうけれども、ここは勇気を持って総括しないと、毎年これは同じこと申し上げてるんですけど、総括しない方がいるんですよ。もう怖くて問題見れないとか、言ってて、もう同じことずっと繰り返します。もうここはね、別にそういったことを気にせずにちゃんと受けたんですから、成績がどうであれギリギリ1点ぐらいでからね、かえって苦しむ思いするよりかは知らない方がいいという人もたまにいらっしゃるんですけど、総括しない限り前には絶対進みません。結局来年も同じような形になってしまうということになりますから、しっかりとなぜそこを選んだのか、なぜこっちを優先させたのか、そこをしっかりと、その思い出していただきたいのは、解いた時にどう考えたかという心象風景を思い出してほしいんですね。それを次に補正をしていくという、ことに入っていかないといけませんから、できる限り今日、問題を1問でも多く拾ってですね、解説していきたいと思いますので、早くその辺のところをですね、間違い、こうやって思ってたとか勘違いしたところを正していっていただければと思います。また、これらの問題について、まだ私自身が全て裏取りができてないというところもありますから、皆さんがね、この1週間で全部復習できたかっては とてもじゃないけど無理だろうと思うんですけれども、おいおい今日参加された方とかね、この
解説冊子ですかね、こういったのがお手元に届くんではないかと思いますけど、それでまあ最終的に仕上げてもらえばいいんですけれども、要はここでねスタートダッシュなんですよね。よくあの核問演習をやらないといけないんだけど、なかなか演習できませんでした、回せませんでしたっていう人がいらっしゃるんですけど、じゃあ去年試験が終わった後何やってましたかということなんです。今ここでやればもう1回転じゃないですか。一番この間受けたばっかりですから、鮮度が高いですよね。もう早くここで1回転目やれば、もう過去問1回転やったことになるわけなんですよね。だからそういったところにね、役立てていただきたいわけ。だから先ほど言ったように、総括やってない人は過去問に入れないにくくなるんですよ。随分経ってからやるからね。すごく距離感が出てしまったりとかする。これはもう、鉄は熱いうちに叩けとよく言いますけれども、そういうスタンスでね、今日締め、一回中締めをしていただければと思ってます。さあ、それで、皆さんのお手元の方にはですね、これは本試験分析会とか、あるのかな？ありますね。はいはい。まあ、レックの方で復元回答に基づいていろいろデータがあるんですが、皆さんのお手元にないデータがちょっと私の方にあるんですけど、これを使いながら実はやっていこうと思ってます。で、今私が持っているこのデータは一体何なのかというとですね、例えば選択式だったら、まあ、労働基準法、A のところは18番が、答えということなんだけど、例えば、まあ、これはあんまり数字は違いはないんですけど、5番を選んだ人が 1.4% いるよみたいな、そういうデータがあるわけですね。そうするとこれを使って見てみると、例えば答えは、3番なんだけれども、そこを選んでる人は 65% しかいなく、ぐらいいるんだけど、実は2種を選んでる人も、25% ぐらいいますよとかいうのがあるわけですね。ですから、なぜそういったところを選んでしまったのか。まさに、勘違いであったり、A か B かこっち迷ったんだけど、こっちを取ってしまったとかいうようなね、方が多いと思うんですね。そういった、ところに役立てていただくために、このちょっと資料を使いながら、やっていきたいと思います。またそれは、説明の中で織り込んでいきたいと思います。でも、本試験が終わった後に、もうすでに、選択式の解説ですね、それから出題根拠等についてはもうお話を、しましたんで、聞かれた方もおられるかと思います。ですから、まあ、いや聞いてないよという人もいるでしょうから、さっとだけは、やっていきたいと思いますけど、今回も択一の方にね、照準を絞っていきたいなというふうに思っております。はい、まず選択式からなんですけれども、労働基準法、労働安全性法ということで、違約金の性質ということでね、出題されていたかと思うんですが、A のところについては身元保証人というキーワードが入ってくるわけです。今写しているのは私、初夏の時に使ったやつなんで、ちょっと体裁違いますけどね、文書は同じですんで。で、まあ、この身元保証人という言葉については、各テキストにも通常は書いてあるでしょうから、見たこともある人も多いでしょうし、まあ、実際これは知っとかないといけないところですね。社会保険労務士になるのに、例えば、顧問先の会社でね、この社員さん採用するんだけど、ヘンテコリンな人が入ってくるといけないから、いろいろ身元保証を取りたいんだけどっていう相談があったときに、どこまでちゃんと考えとかないといけないかと、身近な問題なわけなんですね。で、まあ、労働者本人のみならず、親権者、身元保証人というね、義務として課せられるものを言うと、いうことで、この身元保証人ですね、まあ、これは 92.4% の方がこれ選んでましたから、もうほとんどの正解ということですね。まあ、万が一ですね、これ以外を選んだ人はそこをやっぱり気づかないといけないですね。もうほとんどの方が選んでるのにそこを選べなかったっていうのは、これはやっぱり勉強の、不足というかね、読み込みが足りなかったとか、いうことだろうと思います。過去問過去問過去問ってね、過去問ばっかりつまんでたりとかすると、もうこういったところでトーンと穴が開いてしまいますよっていうことです。過去問は断片的なものですね。演習はもちろん必要なんですけれども、そればっかりやっていたら、いつまで経っても合格のところにはいけませんよということね。丁寧にテキストを読むことが非常に大事です。はい。それから、その次の B のところですけれども、これは国際自動車事件ということで、まあ、レックの方でも、判例講座っていうのがあるんですけれども、その判例講座でも、取り上げた内容なんですね。で、まあ、特に私は個人的な問題なんですけれども、個人的な問題っていうか私の中での重要性ですけれども、厚生労働省がもうこの不合給に関する、給与、
支払いですね、これの見直しというのを依頼をしているわけですね。ですから皆さんも報道とかで見たことあると思うんですけれども、生命保険会社とかの歩合給をどんどんなくしていっているという動きとかがありますよね。これは全部厚労省の一連の動きから来ているわけですね。ですから常日頃から、厚労省が何を考えているかというところを常に、キャッチしておくということが重要なんですね。で、ちょうどたまたま国際自動車事件というのがあって、これは1回目と2回目であるわけですね。1回目は何を言ったのか、そして2回目は何を言ったのか、ここは非常に重要なところなんで、ということで私の判例講座でもですね、他を少し端折らさせていただいて、ここにたっぷり時間を使ったと、パワーポイントを使ってね、やったという経緯があります。